ピスタチオミーティングも無事に終了しまして、本当にありがとうございました。両日とも来てくれた人もね、結構いると思うんで、本当に、いや、楽しんでくれていたらね、嬉しいですよ。ご機嫌ツアーは、2019年のツアーぶりで、全部で11箇所ライブをしましたね。6月10日のリキッドルームから7月22日のトヨスピットまで、いや長いようだったけど、まあ、終わってみるとあっという間ですね。ライブも2時間ないぐらいかな、1回やってたんですけど、
始まるまではね長いけど、リハーサルとか入り時間とか12時ぐらいに入んなきゃいけないから、そこから本番まではね長いんだけど、本番始まっちゃえばねすぐ終わるみたいな感じで、11箇所無事に完走することができました。ありがとうございました。これを見てくれてる人もね、多分来てくれてる人いると思うので、本当にありがとうございます。またツアーがあったらぜひ遊びに来てください。まあ、回数をねこう重ねていくにつれて、コンビネーションというか、どのタイミングで曲流せばいいとか、そういうのもねいい感じになってきましたね。だから7月22日の豊洲ピットが一番仕上がってたのかな、分かんないけどどうなんでしょうか。まあでも本当に何事もなく完走できてよかったです。ですぐ次の日にねピスタチオミーティングをやりました。今回はいつものピスタチオのメンバー、アンツと田島春と小山さんと芭蕉さんと俺の5人でやりました。お客さんもなんか70人以上は来てくれていて、全員分の DJ も録音と録画をしてあるので、来月8月の頭ぐらいには公開をしたいと思っています。ちょっと音源のデータがまだ届いていないので進められていないんですけど、届いたらすぐ YouTube にアップするんで、 BGM 代わりに聴いていただけたらね楽しめると思うんで、ちょっと待っててください。あとは7月29日にデトックスというね曲をリリースしました。 CBS のキョンさんと秋田のカノメーカーと謎のラッパー VHS と3人のラッパーに、俺のビートに乗ってもらった曲ですね。夏曲、去年の5月ぐらいにバースはできていて、そっから本当は去年の夏とかに、ね、出したかったんですけど、もう無理っぽかったんで1年延ばしてやっとリリースすることができました。ミックスとかアレンジとかりょうくんがやってくれて、ジャケットの写真は、ガキ号が撮ってくれました。本当に皆さん協力してくれてありがとうございました。ぜひ聞いてない人は聞いてくれたら嬉しいです。まあそんなとこですかね。8月もね DJ とチェルミコのライブ結構あると思うんで、僕の DJ はタイムアートカフェと渋谷の DJ バーバウンスっていうとこであるんで、お時間のある方はお越しください。ではまた会いましょう。何のゲームこのゲーム、はい、動画だ。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。